どうも、ソンズの田中ジュリでございます。どうも。いいじゃん、こっちに言ってるから話は。卒業したいことということですけれども、まあね、なんでしょう、僕はそうですね、朝がね、弱いので基本ね、15時より前の仕事は朝早いと思ってるんですけども、そういう時にね、ギリギリまで寝ちゃってね、服装とか適当になったり、寝癖で家飛び出るとか、こっちはギリギリ、これやめたいですね。次、コーチ来ます。あ、やべ、俺がスタンバイしちゃった。松村北斗です。あれですね、初対面とかの人と喋る時の誰も聞き取れないぐらい早口で喋っちゃうことです。失礼します。ナイスだよ、ナイスだよ。陽キャラ見せてくるな。どうも、京本大我です。僕が卒業したいことは、トレーナーをね、やっぱ寒い時期なんで着るんですけど、まあそれを洗濯出すときに中の T シャツと別々にせずに一緒にカゴとか入れちゃうことがあって、あ、重ねちゃうやつ。それ洗濯するときまた大変なんで、ちゃんと分けられるように頑張ります。ズボンとパンツも一緒だったり、あ、ズボンとね、そう、パンツも一緒に行っちゃったりとか、そういうこともあるんで頑張ります。靴と靴下もね。そうそう、許してやれよ。どうも、ストーンズのコーチングです。僕の卒業したいことは、ちょっと緊張するとこうやって肩が上がっちゃうことです。ありがとう。肩を上げずにしっかり姿勢よく頑張りたいなって思います。どうも、森本です。私はですね、忘れ物が多いんですよ。なんでこの忘れ物をしちゃうのを忘れないようにしたいっていうことですかね。考える時間。次はこちらの方です、どうぞ。はい、僕が卒業したいことは、イケメンですね。うざくない？はい、あ、すいません。じゃあ本当にイケメン連れてきます。いいよ。俺が振っちゃったから。サプライズ。俺の卒業したいことですね、食い方が汚いのを大人になりたい。大人になりたいです。ご自身の方もありますよね。2回ちゃった。すいません、ありがとうございます。じゃあみんな M ステ見てね。